こんにちは、巫女のアビタカと申します。囲碁見せる今日、今回は無事にねテイルズ・オブ・シンフォニア世界統合できたということで最終回を迎えることができたので、裏ラジオ動画として今回は雑談動画をお送りしたいと思っております。よろしくお願いします。ですね、何か語ろうかな。あんまり、まあ、いや、語りたいこと多すぎるな。よし。まあ、一つずつ紐解いて語っていきましょう。まずね、テイルズ・オブ・シンフォニア実況。全、パート40。まあ、正解はね、道中 39.5 のね、番外編入ってるんで、全体的に実は41パートになるんですけどね。そこまでね、ご視聴してくださった方々、本当にありがとうございました。まあ、実況中にも言った通りというか、エンドロールでも言った通りね、皆さんのこう、視聴の仕方はね、様々だと思ってます。等速、倍速、時々見てた、とか途中まで見てた、とか最後まで見たとか、なんかいろいろと見方があると思うんですけどね。そういう人たち全員ひっくるめて本当にありがとうございました。どの実況動画でもね、本当に語ってるんですけど、これは本音でして、やっぱりね、視聴してくださってる方々がね、いらっしゃるっていうのが、すごい活動のモチベーションに繋がるんですよね。そのおかげで、テイルズ・オブ・シンフォニアっていう、てか、テイルズシリーズってさ、だいたい長編実況、今のね、ゲーム実況界隈じゃもうありえないぐらいのパート数になっちゃうようなさ、そんな動画もね、皆さんのおかげで最後までやりきれたといった部分があります。本当にね、ありがとうございます。ごめん、BGM 変わった。ですね、もう、気が散っちゃったよ。まあね、とはいえさ、まあ、普段のね、実況は、最初の方は1時間のやつを3、40分に、こうね、エンコードで編集できたんですけど、次第にね、実況が1時間半とか2時間かかるようになってきて、それをまあ、40分くらい動画でね、まとめるようにしてたんですけど、だからね、まあ、プレイ時間は最終的に50時間はギリいかなかったんだけど、まあ、40時間ちょいぐらいかな。40時間ちょいぐらいのプレイ時間で本作がクリアできたんですけど、まあ、人動画3、40分ってことを考えると、これ全部見てくださった方々って考えると、あれなんですよね。約20時間、15から20時間ぐらいを僕なんかのね、テイルズ・オブ・シンフォニア実況の視聴にね、時間を割いてくださったってことなんですよね、本当に。まあ中には全然時々だとかね、途中とか最後ら辺とかだけ見たとか、いろんな見方があると思うんですけど、まあ私がやっぱ嬉しいのは、皆さんのね、貴重なお時間を割いてまでね、見てもらえたってことは非常に光栄に思っております。ありがとうございます。ゲーム実況者というか YouTube やってるものとしてはね、やっぱり皆さんの時間をいただいてるっていう自覚は本当に大事かなとは思ってるんですね。その思いあってね、しっかりと少しでもね、毎回毎回コンテンツ、まあ時にはやっぱ視聴回数がうんちすぎて、もう編集とか適当でいいんじゃねえかな、みたいなとか、やっぱね、思っちゃうわけなんですよね。まあその辺は後ほど反省とかでまた語りたいなと思うんですけど、やっぱりね、編集手抜こうかなって思ったりしても、結局ね、あれなんですよね。皆さんの、こう、皆さんがね、そう、少ない人とはいえども、やっぱ視聴してくださってるっていう、それだけどうしてもね、やっぱ頑張れちゃうっていうのがね、私、アビタカでもございます。もうこれは昔から変わんないよね、本当に。ネット活動5年やってでもね、未だに変わらないのがね、この自分の良さだと思ってます。本当にね、ありがとうございました。皆さんとの、まあ、皆さんと私の、まあ、要は協力っていうのかな、なんか。まあ、やっぱ皆さんの力ですね。皆さんの絆の力をもってして、私は最終回を迎えることができたのでね。よかったなって思っております。さて、そんなテイルズ・オブ・シンフォニア、パート、全40パート、プレイ時間40時間以上、語りたいこと多すぎ。テイルズ好きとしてはやっぱね、テイルズ・裏ラジオが一番テンション上がるんだよな。なのでね、今回は、そのね、いろいろとテイルズ・オブ・シンフォニア、今更やってみてよかった点、まあ、ここはうーんと思った点、あとゲーム実況、そしての反省点、これら3つをねテーマに絞って語っていきたいなと思っております。ではまずね、いいとこなんですけど、テイルズ・オブ・シンフォニアはね、結論、まあエンドロールでもやったんだけど結論、神ゲーうえーいや神ゲーだった。本当に最高のゲームでしたね。これは確かにね、未だに愛されるようになって、2023年、テイルズ・オブ・シンフォニアが20周年ってことでイベントも始まるってことなんですけど、まあ、約20年間、テイルズ・オブ・シンフォニアってやっぱ愛されてるってわけなんですよね。
そんな愛されている作品の理由をね、このテレドシンフォニアでやることって理解できたかなと思っておりますし、私自身も好きになりました。じゃあそのね、好きになった部分をね、具体的に紐解いていきたいなと思っております。まずストーリー、いや、よかったね。まあ、シルバラント編はまあ王道っちゃ王道地区だね。まあテイルズっぽい王道地区だけど、なんかまあ目的意識があるっていうか、目的がねあるだけ、なんだろう、結構こうスローライフな感じではあったよね。まああの巫女の試練乗り越えて天使化するぞみたいな。シルバラント編はそういった意味だと、テスヤラ編、世界統合編と比べるとやっぱなんか印象ちょっと薄まっちゃうよね。いや、もちろん人間牧場のさ話とかもあったんだけどさ、シルバラント編って結局さ、テイルズシンフォニアにおいてのまああの前座みたいな部分があるからさ、ちょっと印象には残ってないんだよね。申し訳ないけど、そんな感じでもあったからさ、まあシルバラント編はそれまではね、テレドシンフォニアっていう作品のストーリーを作る上での、まあ、根底、まあ、元となる部分をね作ってた部分だったと思いましたよね。で、物語が加速していく、テセラ編、いろいろなものが進装していて、仲間が増えていって、そこで具体的に差別っていった部分が出ましたね。ちょうどさ、リフィルとジニアスがハーフエルフとバイダンもそこだったし、それによって実はコレットとかゼロスのミコとしての立場でもいろいろ大変なものがあったっていった部分がいろいろあったりとかで、人間エルフ、ハーフエルフ、ミコ、そして天使などといったね、そういったいろいろな、ね、生き方っていうのかな、それについての差別っていう部分が非常にテーマとして挙げられたかなと思います。最終的にデザインとかもやっぱハーフエルフだったってことで、いや、ハーフエルフは許せないってそれだけでいいのかみたいな、ジニアスみたいなやつもいるし、まあ、ミトスみたいなやつもいたしね、ミトスみたいな、そう、ミトスみたいなやつもいたし、そう、何がね、正義で何が正解か分からないっていう中で、ロイドたちはね、自分たちのね、答えを見つけていきつつ、この世界をね、救うにはどうしたらいいのかって模索している。まあ結構本当に物語として加速していったって点ではね、やっぱテスヤラ編がね、一番楽しかったかなと思ってますね。そして物語終盤となるね、世界統合編。いや、世界統合編っていろいろとね、なんか今までのね、謎とかが解き明かされつつも、ユグドラシルをどう倒すか、そして世界統合をどうするかっていったね、最終的にクリア、ストーリーのクリアまでをね、あと一歩っていうところまで進んでたっていうのが、なんか世界統合編のね、印象でしたね。やっぱ思い返してみると、どれもこれも思い出深いし、うん、どれもこれも楽しかったっすね、やっぱり。じゃあ BGM は、そう、やっぱ、シルバーランとテスラどっちもあるけど、やっぱ僕はテスラ編戦闘 BGM が一番気に入ってますね。いやね、シンフォニアのさ、BGM っていいんだよね、戦闘 BGM。よく言えば世界統合編、デリスカーラ編に入った時に BGM 変わってくれたなと思ったんですよね。まあ、ラスダンちなみにね、BGM 違うんですよ。ラスダンの戦闘 BGM 変わってたんだけど、実はあの、ラスダンで探索することはほぼなかったし、うん、まあカットしたよね。あ、裏でやってる時っつうかさ、ちょっとあの、カット前提の道中中に偶然喧嘩したらさ、ラスダンだけ BGM 違えんだっていうのを気づいたんだけど、まあカットしました。みんなに聞かせられなくて申し訳なかった。っていう感じでね、ストーリーはね、そういった部分で、種族の違いっていうもの、テイルズ・オブ・リバースとはまた違った種族のね、違いっていう部分に対して、ロイたち主人公ご一行のね、結論、生き方をね、定めた上で、世界を統合して無事に、テイルズ・オブ・シンフォニア完結。そして、ラザトスクの騎士からのファンタジーで繋がるっていったね、物語構成になるんですよね、きっと。楽しみですね。まあ、やっぱストーリーはね、やっぱみんな好きなだけあって、テレドシンフォニアすごい良かったね。で、まあこのストーリーをまたよく知っているのが、まさしくその個性豊かなね、まあ、テレドのいいところってやっぱ個性豊かなキャラが多いっていうのがあるんだけど、シンフォニアはね、確かにこういった意味だと、なおさら個性は豊かかなって思いましたね。まあないんですよね、まず種族がまばらだからね、種族まばら、性別はまばらっちゃまばらか。そんでみんなそれぞれの信念というか価値観、倫理観とかいろんなものを持ってるんですよね、そう。結構今思い返してみるとさ、ファンタジアとかデスティニーあたりってね、わりかし落ち着いてる方々が多かったのかなって、まあ、ある程度個性とかあるけど、行動原理っていう部分はわりかし共通してる部分が多かったんですよ。エターニア、デスティニー2あたりとか、その辺はね、そう考えると、なんかちょっと、そういった価値観のすれ違いとかね、わりかし出てきたりとかしたんだけど、シンフォニアはね、まさしく、そういったのがね、より強く現れたかなと思います。けど、ギスギスあんましなくて、ちゃんと、早い段階でまとまるっていうのがまたテレゾシンフォニアの中の良さっていうのかな。なんか噂によるとさ、ジアビスのキャラクターたちの仲の悪さっていうのは、シンフォニアのキャラクターたちが仲良すぎたから、逆にジアビスってじゃあ悪くしてみようみたいなのが噂ではあるらしいんだけど、
確かにそう言われるぐらいシンフォニアのメンツって仲良かったよね。まあ、ちょっとね、中盤あたりはね、まだまだ、いやいや、今日仲良かったな。ちょっとリーガルプレスあたりがね、最初、加入当初の時はやっぱちょっとね、知らない人が来たってことで、決まったらちょいとありつつもね、結局すぐ打ち解けたしね、リーガルも気がついたらボッキャラやるようになったし。というわけでね、やっぱ、ストーリーを良くしたもののね、やっぱ一番の部分として、テイルズのね、長所である、個性豊かな、魅力あふれるキャラクターたち、それがね、やっぱ、ストーリーをね、さらにより良いものにしたかなと思うんですね。差別という部分について、キャラクターたちそれぞれのね、意見、価値観、立場とかそういったものを踏まえた上で、彼らなりの結論を出したっていう部分は、やっぱ説得力があったんじゃないかなと思いました。すごい良かったなと思いましたね。キャラクターはね、てかね、そう、じゃあちょっとね、ストーリーの方はとりあえず良かったってことで、一旦キャラクターに移ります。キャラクターはすごい良かったし、何よりもね、レディアント・マイス・オリジンシリーズとかのね、イメージがね、僕の中で強かったんですよ、キャラクターって。テイルズ・オブ・シンフォニアのキャラクター、マイソロシリーズが印象的だったんだよ。まあ、ロイドはわりかし真面目とバカみたいな感じがあったし、コレットは超ドジっ子、ゼロスは、なんかこう、ナンパ系、プレセアまあ、いや、今日プレセアはもう本当に感情を殺した子、ジーニアスは印象あんまねえな。ジーニアス結構無難な子なんだよな。ああ、けどジーニアスはね、まあ、ちょっと鼻につく系、いや、そんな鼻についてもね、まあ、素直な子ぐらいだったな。そんなレベルだったしで。リフィル先生は、教師として、っていう、もうそれだけ、大人としてね、ちゃんとした凛とした立ち振る舞いみたいな、そういった印象があったんですけど、まあ、ちょっとマイソロツリーがね、ちょっと印象忘れちゃったからさ、シーナとかリー、てかリーガラそもそもマイソロ3出てなかったしな。とかもあるからさ、まあイメージなかったキャラはあったんだけど。やっぱね、本編やるとね、変わるよね。本当に。いや、だから本編やっとけっていうことなんだよな。だからお祭りゲーやる前に本編やんなきゃいけねえっていうのもあると思うんだけどさ。いや、本当にね、まあ、ロイドはもう、そうだよね。ロイドってマイソロとかのお祭りゲームだと結構ね、熱血バカみたいな感じだったんだけど、意外と急に皮肉めいたドライな部分を見せたり、他にもね、結構、こう、論理的というか、そういった発言がね、見受けられてて、なんだろうね、地頭がいいっていうのが伝わってきたよね、ロイドは。そう。なんかまあ、学力的な面でバカなんだろうけど、地頭いいっていうのがね、非常に伝わってきた。だからこその、ロイドのね、テイルズ・シンフォニアっていう作品についての、このストーリーを経ての成長とかがね、より明確に分かりやすかったかなって思います。どんどんね、あのクールな佇まいになったっていうのがね、クールな佇まいなんかバカだけど、だんだんとね、論理的に、感情的な部分がちょっとずつね、収まってきて、論理的に対応するようなね、そういった部分になってきたかなと思います。で、コレットが一番ね、やっぱ意外だったかなと思いました。コレットはドジっ子の印象しかなかったんだけど、実際本編やってみるとドジってそんな出てる来ないね、みたいな。まあ、スキットとか見ると、天然系とか出てきたりするんだけど、本編のコレットは主にシリアス担当だったよね。あ、びっくりした。めっちゃシリアスしてるし、で、なんか、こう、萌え声みたいな感じで可愛い子ぶるのかなと思ったら、めっちゃ真面目なトーンのね、コレットちゃんがね、すごい見れたんですよ。真面目にちゃんとロイドたちご一行について、真のあるね、発言をしたりとかでさ、あ、こんな真面目な子だったんだっていうのがね、シンフォニアやって初めて知りましたね。いや、これはやっぱマイソロみたいなお祭りゲーだけじゃ知れない、コレットの魅力だったなと思いました。いや、やっぱそこびっくりしたな。で、ジーニアスはね、そう、マイソロとかだと、まあ、やっぱ天才っていう部分があって、今日は素直な子ぐらいしかなかったんですよ。ロイドとは仲いいぐらいだったんだけど、こうやって本編やってみると、実はジーニアス、ネガティブになるときはとことんネガティブになるみたいな。むしろロイドがめっちゃ励まさないと多分どんどんネガティブになるぐらいだね。そんなキャラだったっていうのはやっぱ意外でしたね。まあ、確かにアニメでもその辺は描写されてたんだけどさ。まあ、今思うとアニメであったな。いや、やっぱゲームでやんないとなおさらやっぱ学びとしてはやっぱ知れなかったな、本当に。そう。ジーニアスは結構落ち込む。そこびっくりした。けど、それでもやっぱね、と同時に素直さゆえのちゃんとした芯のある部分もあったんで、そこはやっぱテイルズのキャラらしいよね。で、リフィル先生もね、まあ、バージェンのイベントとかね、その他、自分の記憶、ない記憶、故郷を探してみたいな部分で、まあ、実は感情的になったり、困惑してるね、リフィル先生っていうのが見れましたね。やっぱマイソロみたいなお祭り芸じゃ、やっぱ知ることができなかったリフィル先生の一面でしたよね。やっぱリフィル先生も、まあ、一応人間年齢的には27歳とかだっけ ?24 とかだっけなんだけど、やっぱそこはね、リフィル先生の意外な一面が見れた。
やっぱリフィリ先生もある程度感情をあらわにするんだなっていうのはね、びっくりしましたよね。で、プレスヤちゃんね、みたいな。プレスヤちゃんはね、本当に、マイソロとかでさ、まあ、感情がね、感情起伏が全然ないような、そんな子だった印象ではあったんですよね。まあ、エクスピアの事情とかアニメとかでもやっぱしてたからさ、まあそんな印象あったんだけど、アニメではね、まあ割かし結構活発な子ではあったんだよね、感情に関して。そう。急にやっぱ感情的になってる部分はあったんだけど、本作はなおさらアニメよりもね、やっぱそのね、シチュエーションが多かったね。プレスヤが感情取り戻したあたりから、感情取り戻したつか、エクスピアのね、あの要の門つけたあたりから、少しずつ感情が出てくる感じになるんですけど、まあ、もちろんね、本編中クールな部分はあったりするんですけど、黙々とした部分はありつつも、でも熱くなるときはちゃんと熱くなるっていうのがね、プレイヤーちゃんのまたいいとこだなって、そういった感情のね、起伏が意外とあったっていうのが、新しい発見でしたね。で、ゼロス、まあ、ゼロスはね、もうアニメ版でちゃんとシリアスも担当したからさ、まあ、ある種、印象通りっちゃ印象通りだったね、本当に。前そのだけやってみると確かにね、ただナンパなやつって、印象になるんだけどさ、まあ、ゼロスはもうアニメ版で、あ、なんか、おちゃらけてる印象だったけど、結構真面目なことやるんだな、みたいな感じでした。むしろアニメの方は、真面目パートの方が割りかし多かったかもしれないね。まあ、最終的に本作の方ではね、真面目な部分と、おちゃらけた部分の半々、そのおちゃらけた部分も、根底にはシリアスな部分があったりっていうのが知れて、ゼロスは、まあ、その明るさと、その明るさ、に反したレベルのシリアスさを兼ね備えて魅力的に、これ確かにね、テイルド・オブ・ゴールデン・ビクトリーで、ね、司会をやるぐらいさ、やっぱ人気になるなと思ったら、納得のゼロスだよ、本当に。納得のゼロスで、人気も高いのも頷けると思った。まあ、その他ね、あと、クラトス忘れた。あ、クラトスはね、今、ぶっちゃけイメージ通りなんだよな。クラトスはいいよね、全然変わんない。外伝作品、でも買わない、やっぱ芯ある男だわ。クラトスだけは例外です。あいつは本作やってもあんまなんかもうイメージ通りだったなって思いました。はい、でもだんだんロイド出れるのはちょっとびっくりした。外伝作品でのクラトスとロイドってちゃんとなんかこう割り切ってるんだよね、割りかし。クラトスがロイドをたしなめるぐらいのはそんなレベル、指導するみたいなレベルだったんだけど、本作はやっぱちゃんとロイドが成長するに従ってクラトス、そう、誰かに裁かれたいっていうような感じのクラトスが、最終的には逆にロイドによって救われるっていうシチュエーションが、最終的にゴールとしてあったんですよ。要は立場逆転っちゃ立場逆転だよね。クラトスのイメージは、まあ、ぶっちゃけ変わんないけど、クラトスって、本編だとこうなるんだっていうのは、やっぱギャップ感じましたね。で、あとはシーナとリーガルだね。まあ、この辺ちょっと前するとか、あんま外伝作品で見かけねえしな。だからまあ元々イメージはね、もうアニメ見てたからさ、うん、イメージ通りだったかなって感じですね、シーナは。シーナはまあ一番こうリアル寄りな性格だよね、本当に。真面目な時と、なんかボケた時とか、ツッコミする時とか、恥じらう時とか、なんか感情豊かさが、なんか実生活の人間そのものみたいな、なんか一番現実の人間っぽいね、女の子であったかなと思いました。おっぱいがでかい。でリーガル、あ、リーガルもおっぱいでいけよ。お、違うおっぱいだけどさ。筋肉の方のおっぱいなんだけど。リーガルはね、リーガルは、イメージ通りだったな。リーガルはやっぱイメージ通り熱い男だったよ。クールさと熱さどっちも兼ね備えてる男で、本編中だとやっぱ、うん、全然ボケもやんないぐらい、硬派な男ってのはイメージ通りでしたね。リーガルだけだとそのままわかんねえや。戦闘は楽しかったっていうか、まあ、リーガルとかがね、意外なのは CPU 操作の時だよね。まあ、その辺は戦闘のところで、改めて語っていきましょう。じゃあ続いてね、やっぱ戦闘なんですけど、戦闘はね、まあ、楽しかったっすよね、本当に。まあ、フリーランがなかったのがね、まあ、これはまた短所で語るんだけど、さ、フルステージ、今までさ、ラインバトルだったんだよ。ラインバトルで一直線上で戦ったりとかさ、そういった作品だったんだけど、テイルズってね。今回から 3D によって、フルで戦えるようになったんですよね。要は Z 軸も生じるようになってきたっていう形だったんですけど、まあ、それによってね、やっぱ、立ち回りが要求されましたね。だから今でこそ当たり前のように実装されて、フリーランっていうのがシンフォニア逆にないんですよね。そう、セミオードとか、なんかそういった AI による、AI っていうか CPU による処理で、3D 的に動くみたいな形だったんで、CPU はまあ、3次元的に動けるっていうか、Z 軸も含めて動けるけどさ、
操作キャラだけさ、基本ラインなんだよね。で、そうだから敵も含めた CPU は好き勝手動けるからさ、立ち回りがね、わけわかんなくなるんだよね。最初やっぱ慣れなかったですね。ハードモードっていうのもあったから、なおさら慣れなかったんだけどさ、だんだんと分かってくると、で、かつハードモードでやってると、立ち回りの重要性を理解した。なんか、3D になってけどフリーランがないっていう状況だからこそ、そう、ある程度縛りがあるからこそ、立ち回りがあるんだなっていうのはね、学べて、なんかテイルズが上手くなった気がする。そう。なんか 3D テイルズが上手かった気がする。3D の立ち回り、こうやるんだみたいな。そう、フリーラン見て、フリーランなしだとこうやるんだみたいな。だからフリーランそもそも便利だよな、そう考えると。だからね、これはね、ゆくゆくジャビスとかさ、やるときに僕出ちゃうんじゃない？うまさが。そう、3D テイルズが上手くなったわ、シンフォニアのおかげで。で、まあ、あと CP アホすぎだよね。これ後で短所で語るんだけどさ、CP はマジでアホ、本当に。けど、その CP のアホさが逆にね、面白かったな、今思うと。正直、実況撮ってるときはね、ブツグツ文句言ったけどさ、ふざけんなよ、リフィリみたいな。俺、リフィリ先生マジで頭おかしいんだよ、動き。てか、術キャラが動きおかしいんだよ、なんか。工事にしてんの急に前陣来て棒立ちして、また去っていくんだよ、なんか。栄翔するときに、また工事に戻って栄翔してみたい。いえ、道中のその前陣に来るのいるみたいなレベルで、よくわかんないね。非効率な動きをしてくるっていうね。てか、それのせいで戦況変わるからさ、ほんと。ハードモードだからさ、ノーマルだったら気にならないんだろうけど、ハードモードだったらさ、そういったアホみたいな行動一つで、一気に戦況が悪い方向に傾くからさ、最低限の仕事はこなしてほしいっていうのがあったんだけど、それも含めて、そう CPU のね、そう介護もしなきゃいけない ?CPU の面倒を見なきゃいけないって意味だと、結構楽しかったね、そう。まあ、エタニアの時も、ある程度確かに CPU のね、お世話してたんだよ。そう。たまにちょっと CPU がね、なんだろう。変な動きをしてたんだよ、エタニアの時でも。だから、ある程度ちょっとショートカットキーとかで、ごまかしたりとかしてたんだけど、シンフォニアもその日じゃなかったよね。もうそういうレベルじゃなかった。あ、もう自分で操作切り替えて、一旦避難させようとかのレベルをしないと、ダメだった。作戦もね、じゃあ作戦も聞いてくんねん。もうなんか単純になっちゃうんだけどさ。そう、作戦もまともに聞いてくんねんだよ、本当に。作戦外のことすんだよ。例えばさ、違う敵狙いってやってるのにさ、同じ敵を急に狙い始めてきてさ、いや、他の敵狙いみたいな。それのせいでさ、結局なんかその、ね、分散できなかったせいで、術演習されて、なんかやべえ状況になるとかね、あったんだけど、まあそういったところを介護してあげるとか、乱数的な部分とかも踏まえて、このハードの難易度で乗り切ろうっていうのがね、逆にね、なんだろう、頭使ったよね。だいぶ頭使った。高校時代はね、当時のね、僕じゃやっぱできなかった気がするんですよね、こういう立ち回りは。まあ、そもそもハードモードでやろうとは思ってなかったんだけどさ、当時。この大人だってかつハードモードで難易度だからこそテイルドブシンフォニア頭をねしっかりと使って、進めることができたのですごい楽しかったなと思いました。まあ、やっぱちょっとまだね 3D テイルズとしての未完成な部分はねすごいあったんですけど、それでもねやっぱ楽しかったなっていうのが本音ですね。っていう感じです。あとはいや、あとはもう細々といい点は多すぎるんだよな。細々としては良い点多すぎるけど、もう結論は僕はやっぱテイルズといったらストーリーとキャラクターと、あと戦闘システムだよね。もうそれがもう良ければもうテイルズとしては神ゲーだよ、もう。大丈夫だよ。うん。僕細々とした点も良かったなって思います。サブイベントもね、なんか結構、サブイベントはかなりキャラクターを掘り下げるイベント、まあベリウスのイベントがいろいろあったして、結構本編に入ってても遜色ないぐらいのレベルのサブイベントがね、なんだろう、あったのがやっぱびっくりでしたね。で、今回僕が実況中にやったサブイベって本当に一握りのレベルだからさ、もっともっとあるんですよ。だからね、ゆくゆくいつかさ、テイルズある程度進められたらさ、過去のテイルズ作品をやるみたいな配信とかやって、その時、もしくはなんかやり込み系動画とか作りたいと思うんだよ。シンフォニアそういった意味ではサブイベめっちゃ多いからさ、なんかサブイベ動画とかはやっぱ撮りたいなって思っちゃいますよね。っていうぐらいね、そう、ボリュームがすごかった。あ、そうだね、てかもう、ボリュームすごかったね。長所というあれ短所でもあるかもしれないけど。多分シンフォニア自体がね、ボリューム多いらしいんだよ。だからデスニー2とかリバースってここまでやった記憶ねえんだよ、なんか。やべえな。まあ、ゲームキューブの時点で、当時はゲームキューブだったけどさ、ゲームキューブプレ2でもうこんだけのボリュームのある RPG がもうあったんだよって、しかもボイス結構あるし。結構容量食う中で、こんなね、作品がね、世に出たって、すごいよな、今思うと。DS とかテイルズのよりもなんか、
ある程度あるよ。ハーツはなかったからだけど、多分テンペスよりは余裕であるし、イノセンスよりもあるんじゃない。そんぐらいちょっとボリュームすごかったなって。でそれを超えるのがレジェンディアらしいので、それは今日ちょっと楽しみですね。パート100にならないことを祈るばかりだわ。っていう感じで以上、まあ、そのかいろいろとちょっとね、時間があれなんで、いいとか以上にしたいと思います。はい、では続いてはね、テールドブシンフォニアやった上で、うーんと思ったこと、まあ、要は短所とかね、短所だったり、シンフォニア、ここはちょっとさすがにダメだったよなっていう点をね、語っていきたいと思います。まあ、このね、テールドブシンフォニア、まあ、まずね、誤解しないでいただきたいのが、結論神ゲーだったし、僕はめちゃくちゃ楽しかったです。で、さっきポロッと言ったあのボリュームがすごいっていう発言があったじゃないですか。ボリュームがすごいってことは、その分やっぱね、比率としては短所もある程度出てくるわけなんですよ。けどね、あの、ここはエンドロールで語った通り、なんだろうね、まあ、短所はちらほらあった。まあ、それはこんだけボリュームがあれば、一つや二つぐらい短所出てくるだろうっていうのがね、あると思うんですけど、とはいえ、ゲームの評価をね、そんな落とすぐらいのレベルでは、まあ多分ない、そこまではないと思うんで、まあ、あんま気にはしてたけど、クソゲーオツっていうレベルではないっていうのは誤解、ね、させたくないなと思いました。ではね、短所なんですけど、まず、戦闘から行くか。まず戦闘。まあ、さっきも言ったけど CP だよね、本当に。いや、あれは本当慣れないうちやばいっつかさ。あれ、下手したらノーマルでも割りかし、辛いんじゃないの、あれ。テイルズ・オブ・シンフォニアのね、CP は、まあ、結構ネットでもね、調べたり、ゲーム実況者のコメント欄とか見るだけでも、やっぱ CP はアホってやっぱ、あれは共通認識らしいですね。はい、実際やっぱやってみて、あ、こんなアホだったっけ？ってか当時こんなアホだったかどうか思ってなかったんだよな。ノーマルだったからかもしんねえけどさ。いや、ハードモードにしたらね、CP のアホさ、より際立つ。それのせいで戦況ほんと変わるから。具体的に言うと、まず対立が急におかしくなる。あの、術演習をするやつを後陣とかに置いても、なんか急に前に来始めたりするんですよ。で、対立って、なんかデフォルトとリバースの効果あったんだけど、あの、違いが基本出てこない。なんかもう暴走するんだよ。なんかもう、対立ある程度崩れると、もう CP がみんな暴走し始めて、対立にリバースもデフォルトもクソもねんっていう状況になるんだよ。で、さらに、作戦を、ね、ちゃんとやってくんないっていう。どういうことかっていうと、まあ、エターニアの時とかってさ、攻撃比率、回復比率とか、その辺調整とかできたんですよ。で結論攻撃とか採点すると絶対やんないとかあったんですけど、シンフォニアは、するまあそういう最低っていうのがね、あるにはあるんだけど、身を守れるレベルなんですよね。身を守れっていうのは、結構、これって代わりに動かなくなるしで、じゃあなんかもっと程よく、あの、敵から距離を離れて、動けとかそういうのにしても、急にね、距離を近づけて通常攻撃し始めてとかするんですよ。っていう感じで、作戦結構無視する。うん。なんだ、戦況が複雑化になればね、複雑になるほどとか、戦況がね、だいぶ緊迫すればするほどね、作戦の無視が目立ってきましたね。分散して敵を狙えてやってんのに、なんか急に同じ敵狙い始めて、僕はもうターゲットに変えてねえんだよ、そう。僕はターゲット一切変えてないのに、急に一緒に攻撃し始めて、え、お前さっき攻撃したやつだと思って、あの、他の方をちょっと狙ってみようとすると、そいつ魔法の演習をしてて、あの、急に変な魔法食らってめんどくさいことになるとか、そういったのはね、ま、雑魚的ですらありましたね。むしろ雑魚的の方があった、そういうのは。まあ、あと、ボスがね、2、3体とか複数ある時もね、同じく、やっぱ、めちゃくちゃなことになりますね。うん。分散してんのにね、分散しろって言ってんの、急に同じ敵攻撃し始めて、もう、そういった介護もね、大変だったなっていうのは、やっぱ、短所としてありましたね。まず、今日ね、意外とそんなもんかな。まあ、作戦効かない対立崩壊、あと、非効率な行動、あの、急に全員、てか、棒立ち多すぎってか、今思うと。うん、これはもうね、全キャラ CPU 共通なんですけど、敵の近くにいて棒立ちするんですよ、平気で。いや、あとコンボ繋げてほしい時にもずっと棒立ちしてて、かといってガードしてるわけでもないんですよ、そいつら。もうめちゃくちゃなんですよ。そう、ガードしねえしな。で、作戦でさ、身を守れってするじゃん。身を守れってすると、その場で動かなくなるし、あの、ガードはしてくれるんですよ。ガードはしてくれるんですけど、あの、方向は変えないから、背後から攻撃来たら、ずっと攻撃食らうんですよ、とか。そう、ずっとガードブレイク食らうし、あと、マジックガードしなくなる。ガードしろって言ってるのにマジックガードしないから、魔法に対しては何も、
何もせずにそのままううっつってやられて終わるっていう、なんか絶妙なね作戦が一切なかったですね。あと、かゆいところに全く手が届かない作戦ばっかでした。ずっとかゆかった、何もかもが。ずっとかゆかったですね、本当に今思うと。こういう思いで作戦立ててんのに何も聞いてくんねえみたいな。でその上で非効率で動き出されたらもうねてんやわんやですよっていうっていうのがありましたが、まあ、それでねだいぶハードモード大変だったし、これをマニアでやれって言われたら僕は申し訳ないけど泣くと思う。でもね、まあ、さっきいいとこでも語った通り、最終的にはね、結果論ではあるんですけど、まあ、そういったのも含めてね、結構楽しかったかなっていうのはありましたね。まあ、それもあって難易度はね、高く感じたし。じゃあ、テイルオブシンフォニアはそうだね。序盤、中盤、後半あると思うけど、後半はね、結構スムーズに進んだね、こうして考えると。まあ、後半になるとみんな強い技とか覚えてるからさ、ステータスもある程度あるしで、結構勝てた。やっぱ上中盤が大変でしたね、本当に。今思うとね、特に中盤の飛竜妖体とかあれもおかしいでしょ。飛竜妖体3体いてさ、あと飛竜もいる、そんなやステージはめちゃくちゃやばかったね、今思うと。あれ飛竜2体だっけ、忘れてたけど。これとかさらわれた時のやつね、あれマジやばかった。まあなんとかなったんですけどね、本当に。あれはもうやりたくねえな、あれマニアでやれって言われたらもう泣くよ、本当に。CP のアホさが全開だったもんな、今思うと。いや、本当にね、そんぐらいちょっと大変でしたけど、結果論的には楽しかったんで良かったです。そういったのを踏まえて上で作戦を立てる、そう、自分で可能な範囲 CP の管理をしてあげるっていうのがあって、まだちょっと楽しかったかなっていうのはあったな。慣れてきた頃になると楽しくなった。いや、これ裏ボスとかになるとまたどうせ文句言うんだろうな、僕。まあいいでしょう。っていうのがまあね、戦闘においてのね、うんって思った点ですね。で、ストーリーはね、別にやっぱ良かったなと思うんですよ。いや、そのストーリーに合わせての、やっぱギミックですよね。ダンジョンギミック、施設ギミック。あれがね、そのストーリーに対して浮きすぎなんだよっていう。まあ、どういうことって思うかもしれないですけど、まず大前提として、テイルズ・オブ・シンフォニア、ギミックめちゃくちゃありました。本当に。なんか、これいるって言える。まあ、正直さ、ダンジョンならわかるじゃん。洞窟だとかさ、森とか、フィールド内のさ、森とかに。そういうギミックある分にはわかるじゃん。それはいいんだよ。まあ、さ、おぼくそ、その人間牧場だったりとかさ、人がいる普通にキャラがいるようなさ、施設のさ、ギミックまでさ、めっちゃ複雑化してんのがさ、ストーリーに対してこう、世界観に浮いてるんだよな、そう。そう、テイルズって別に探索のギミック売ってねえんだよ、そこ。そう、テイルズの探索は本当なんか、ちょっとね、なんだろう、こう、アクションというか、調味料程度なんだよね、そう。テイルズにおいて、まあ、ダンジョンギミックっていうのは、本当にあくまでちょい足しぐらいのレベルだし、だから要は飽きさせない程度のね、アクセントになるんですよ。アクセントはアクセント。そう。調味料的なレベルになってるんですよ。で、それはダンジョンとかなんですよね。だから、人がいる施設だと、結構そこにあったようなギミックになる。もしくはギミックなしとかで、まあ、要は世界観崩壊させないっていう感じだったんですよ。じゃあ、テイルズ・オブ・シンフォニアどうだったか。人がいる施設まで、ギミックめちゃくちゃ大量にあって、いや、突っ込みどころになっちゃうんだよね、それが。どういうことかって言えると、つまりデザイアンのやつらって、これ毎回解除してんのって思っちゃうじゃん、要は。え、こんなめんどくさい施設にいんのみたいな。この意味はこの施設の意味はみたいな。いや、一回ね、ちょっとスキットで、まあ、侵入者対策っていうね、フォローみたいなスキット入ったんだけど、にしても無茶はある、本当に。だからシンフォニアっていう、ストーリーを踏まえると、ストーリー世界観を踏まえると、かなりシリアスな作品なんですよね。その中で、なんかこういったなんだろう、ストーリー、なんだ、世界観そぐわないギミックを大量にぶっ込まれると、違和感感じちゃうんだよね。浮いてた、すごい。なんというかさ、その、世界観に馴染むようなギミックじゃなくて、本当に、とりあえず、ギミックやらせたろっていう、そういった意図に置いてのギミックだったからさ、なんか結果的に浮きすぎてて、なんか突っ込みどころが、やっぱ、耐えなかったよね、本当に。なんだここみたいな。こんなとこにみんないんのかよとかさ。やっぱシュールすぎた。っていうのがありますね。さらにギミックに関して、辛かったのが、ゲームキューブ版だと大丈夫だと思うんだけど、確かプレ2版だと、プレ2版でちょっとこうなっちゃったのかな。掴む動作マジで判定厳しい。なんであんな掴む動作って厳しいのかわかんないけど、他、まあ、3D テイルズになってちょっと模索中だったのかもしれないけど、で、問題は掴む動作が判定厳しいくせに、掴む動作をメインにしてるギミックが意外とあるっていうね。それもアホ。
操作輪関係もアホじゃねえよ。操作輪関係もさ、毎度、まあ確かに楽しい。操作リングがいろいろな機能を出すっていうのはロマンはあるよ。ロマンあるけどさ。にしても至るところに操作リングの変換装置ありすぎじゃないみたいな。だからなんかそこら辺がやっぱ世界観のなんだろうな、ちょっと崩壊というか違和感を感じさせちゃうんだよなっていう。まあ要は世界観には待ってなかったかなっていうギミック。で別にね、さっき言った通り、テイルズにおけるギミックって本当はアクセント調味料レベルだからさ、これに対してテイルズシンフォニーギミックって、なんかもうそれが主役になっちゃったんですよね。ダンジョン探索における主役になっちゃってて、あのそうじゃない、違う、そうじゃないみたいな感じでしたね。まあ皆さんはちょっとどう思ったか分かんないですけど、僕はやっぱテイルズ今までやってきた身としてはこれちょっと露骨すぎねえかと思いました。あ、でストーリー特にないって言ったけどね、ストーリーでね一部あるとしたらね、これかな。あのいろいろと警備ざるすぎない。テイルズあるあるなんだけどさテイルズあるあるのざる警備があるんだけどさ、シンフォニアはその中でも余計ざるだった気がする。裏道とか平気であったり、あの、平気で檻壊せたりとかさ、警備があんま、合ってないようなもんだった。うん。何のための警備とか、なぜそこに都合よく小道がみたいな、裏道があるんだみたいな。ストーリーでそこもちょっと違和感はあったかなっていうか、ちょっとストーリーをスムーズ進めるための、なんか、手立てが強引すぎたかなっていうのが、これはなんかあんまし今まで手伝ってきた中でも、ここまで露骨なのはなかったかなと思うんですよ。まあ、裏道とかたまにあるときあるよ、けど、ちょっとシンフォニーありすぎ、本当に。どこにでもあるし、それ封鎖されてねえし、で、警備もザルだしで、みたいな。なんだろうね。ちょっとその辺がね、シュールだったよね、と思いました。だからストーリーってわけじゃないけど、演出面がね、やっぱ、当時やっぱ、初 3D っていうのもあってさ、で当時の、その CG 技術もあって、全然仕方ない部分だと思うんですよ。なんだけど、やっぱ、当時の 2D テイルズと比べると、演出面にシュールさはちょっと出ちゃうよねっていうのは。これはもう仕方ないよね。そう。なんだろうな。まあ、もう、結構たびたび会って僕は実況中に突っ込んでたからね、ここをアビタカシュールに思ったんだなってわかると思うんだけど、やっぱなんか、ね、本当に。みたいな違和感ある演出はね、あった。うん。多くはないんですよ。多くはないからね、あんま気になるほどではないんだけど、たまにちょっと笑っちゃうっつうか、吹くときはあるよね。みたいな。演出面がちょっとね、違和感あるところもあったけど、まあ、いいところの方が多かったんで大丈夫です。というわけでね、まあちょっと、端子の部分については、いろいろ語ってましたけど、まあ、最後に改めて言う通り、これは別にね、ここで、じゃあクソゲーですっていうわけでは全然ないです。むしろ神ゲーです。あくまでも、こんだけね、大ボリュームだったんだったら、こんぐらいのね、まあ、欠点ぐらいあるよねっていう。まあ、これも含めて好きっつうか神ゲーだと思ってるのは僕だし、多分皆さんもやっぱ、それらをひっくるめて神ゲーだと思ってると思うんですよね。というわけで以上短所でした。はい。ではね、最後に、今回はね、ゲーム実況に関しての反省会みたいなのをね、したいと思います。はい。よし、じゃあいろいろ語るぞ。まずね、今回の実況なんですけど、僕さ、これね、体感4ヶ月ぐらいかと思ったんですよ。簡潔に。簡潔に用意したの4ヶ月ぐらいだと思って、ああ、なんか、5月ぐらいに始めたんだっけみたいな。7月か5月ぐらいから実況始めたんだっけって思ってみたんですよ。あ、3月下旬でした。で、クリアしたの9月下旬です。半年かかりました。バカかよみたいな。バカかよって思った、本当に。あ、そりゃ視聴回数落ちるわって。いや、やっぱ視聴回数が落ちちゃったっていうのは結構悩みがあって、まあ、それでいろいろとね、サムネを変えてみたりとかチャレンジはしてみたんですけど、そもそも半年もね、実況かかったらそれ視聴回数落ちるよって思ったわ。やっぱ3、4ヶ月でなるべくシリーズは終わらせたよね。確かなんか1ヶ月ぐらい、なんか何週間とか1ヶ月ぐらい確かね、一回空白期間空いてたんだよな、シンフォニーに関して。やっぱそこ余計だったよなと思うし、あともうちょっと投稿ペースそういった意味で早めた方が良かったかなと思いました。今日毎回実況に1時間半から2時間かかってて、編集にも1時間半から2時間ぐらいかかって、エンコードでさえ1時間かかってたりとか、結構いろいろあったし、あとシンフォニーやってる間に生活環境がいろいろとあったんですか、実生活がいろいろありすぎて、はい、仕事辞めたり転職したりとかいろいろあったのもあって、ちょっとね、結果的に半年かかっちゃいましたね。本当にすいませんでした。あと、ここまでちょっとね、半年以上かけるのはね、ちょっと、まあ、不可抗力とはいえやっぱ良くないよなと思った。今の時代に合ってないもん、その半年もかかる実況って。単発ならともかくさ、単発だとかなんか、再企画みたいな部分だったらいいんだけどさ、やっぱシリーズ実況として半年はね、反省しました。本当にすいませんでした、これは。だから逆に半年間もついてきてくれた皆さん、本当にありがとうございます。感謝感謝です。
っていうのがまず一つ目の反省点。まあ、これはね、次回の実況で活かしたいなと思います。まあ、投稿ペース早めですって、まあ、実生活の方もあるから、ぶっちぎりまた次も半年かかったら本当に申し訳ない。ただ、一つ知ってもらいたいのは、僕はこの実況に半年かかったことは、とりあえず課題と思ってますっていうか、問題意識は持ってますっていうところはね、どうかそれだけちょっとご了承いただきたいと思います。ちゃんと問題意識は持ってます。半年もかかるのはさすがに問題だって。っていうのが一点ですね。で、次に、まあ、実況の形式ですね、動画の編集って意味なんだけど、まあ、動画編集はね、まあ、うまくいったかなって、ベスピアの時とかってさ、結構、フェードベスピアの実況動画って、僕、あの時って30分以内になるべく収めようとしたんですよ。その結果、パート65までいっちゃったっていう反省があって、それを生かすために、テイルズ・オブ・シンフォニアの方では、一動画40分とかにしたんですよね。まあ、その結果、パート40でなんとか収まった部分があったんですけど、まあ、そのやり方はまあ、いいかなと思った。まあ、長いと思ったんだったら、分割してね、2日に分けて分割でそれぞれ前半後半で見ればいいしみたいなぐらいでね、思ってたんで、まあ、40分ぐらいの方が、むしろパート数をね、なるべく、なんだろうね、ちょっと減らすというかね、そうそう、一つの動画時間を短くするよりも、パート数的に短くした方が絶対いいと思ったからさ、まとまりがあるからね。これでさ、一動画20分とかしてパート100になったらさ、逆にそっちの方が見づらいと思うし、見る気も失せると思うんだよ。だからそういった意味だと、やっぱ、ね、再生時間を40分前後にして、パート数を抑えようと、やったっていう、まあその努力、その辺はまああったかなと思いました。で、編集の方もね、まあ、ぼちぼち戦闘はね、時々入れつつ、まあボス戦を絶対入れたりとか。で、編集は、そう、ボス戦とかさ、やっぱなんか、テレゾンシンフォニーね、ボス戦って結構長引きたんですよ。大体リザート画面でさ、10分切ってってもうメニュー画面とか加算されてないんですよね。実はメニュー画面とか含めたら、13から15分ぐらいのボス戦がザラだったんですよ。っていうのも踏まえて、結構ボス戦中もカット入れてたんですよね。あれもね、割か正解かなと思った。かといってカットしすぎると、せっかく多分、どちらかというと 見どころがボス戦だからさ、テリズって言ったらね。見どころならボス戦をカットしすぎると、それはそれで問題だからさ、絶妙にカットしたんですよね。そこはね、結構バランス的にうまくいったから、次回以降のテイルズ作品でもね、そのボス戦のカット、そう、部分的なカットはね、取り入れていきたいと思います。絶妙な感じでね、ボス戦が長くなりすぎず、かといって短すぎると、それはそれで、ね、なんか、見どころを短くするのはメリットないから、っていう感じでね、うまく考えながら編集していきたいなと思ってます。そこうまくいったかなっていう点。でね、このシンフォニアで新しくね、技術を学んだのが2つあります。編集技術ね。1つが、男女の探索中に、スキットを流す。あれはね、テイルズ・オブ・シンフォニアの後半部分で初めて取り入れた編集なんですけど、あれめっちゃいいなと思いました。自分で言うのもなんだけど。まあ、シンフォニアってね、男女ギミッククソ長だからこそのね、なせる技だったんだけど、今後もああいうのはね、取り入れていきたいなと思った。そう。探索中ね、今まではさ、エターニアとシンフォニアのテサラ編までは、倍速中は他のテリゾの戦闘 BGM とか流してお茶を濁したりとかしてたんですけど、だんだんギミックに解説とか入れたりしてたんですね。で、さらに、最終的にはスキットも流すっていうのができた。そう、スキットをね、どこで流そうかっていうのはね、実はテリゾ実況を始めようと思った頃からね、ずっと悩んでたんですよ。別ピンの頃からね。スキットどうにかしたいなと思って。でも、スキット全部入れたらそれだけ尺おかしいことになるかカットしなきゃなって思ったりしたんですね。なんだけど、倍速中にやるのめっちゃありだね。なんだろう、やっぱ、ちゃんと RPG として探索してる感が出るじゃん、なんか、倍速とはいえでも。ね、カットすると逆に探索感なくなっちゃうから、探索のカットっていうのはね、よっぽどギミックがうんちブリブリ丸だった時とかだけにしてるんですけど、まあ、ちゃんと探索しますよってアピールもしつつ、スキットも流して、お茶を濁したりとかもしつつね、で、さらに解説、ギミックの解説とかも入れる。これ結構完成したかなと思った。だからもうてっきり僕、エターニア時点でね、テイルズ実況の編集は完成してるなと思ったんですけど、やっぱこうしてね、もっと活かせることないかなって向上心持つとね、新しい発見があるなって思いました。もしかしたらまた次のテイルズでもさらに新しいね、編集技術見つくかもしれないけど、まあ一つこれはね、いいなと思った。というわけでね、ボス戦での、ボス戦中の部分的カットと、あとは、探索倍速中にスキットを導入するっていうのはね、編集大変になるんだけどね、すごい納得いくものになったんで、次回作からね、さらに、その辺意識して編集していきたいと思います。これが学んだ点ですね。で、あとはね、まあ、やっぱサムネがね、まあ、半年かかったせいもあるんだけど、テレドシンフォニアどんどん視聴回数落ちちゃいました。はい。
やっぱ、いや、エタニの頃からぶっちゃけ感じてたんだけど、あの、ごちゃごちゃサムネがあんまし受けてないんだよねっていう。あれがなんかハードル高かったのかな、見る上で。っていうのもあったんですよ。まあ、あとタイトルがね、あの統一されてたのもあれ良くなかった。結果としてね、タイトルをね、ごちゃらせるのはね、正解だった。そう。やっぱタイトルは、今のね、ゲーム実況だと、ニコ動の頃みたいにさ、そう、昔のニコ動のゲーム実況みたいに、同一タイトルシャープなんちゃらとかするよりも、あのタイトルね、パートごとにタイトル一つずつ変えて、あのさも、あの、シリーズ、続きものじゃなくて、単体ものみたいに、単発実況みたいに見せるのが、やっぱ今のね、手法なんだなって改めて感じましたね。これもしっかりと次回作ではね、あの、パート1からちゃんと一つずつタイトル変えて投稿していきたいなと思います。で、サムネがね、結局あの正解がまだ分かってないんですよ、僕、実は。あの途中がテリゾーシンフォニアのサムネイルに関しては方向性を変えたんですけど、やっぱり結局ちょっと視聴回数も落ちちゃったしね、タイトルごちゃ合わせである程度回復はしたんだけど、まだちょっと思ったような成果が出てなかったから、まだね、完成はしてないですね。だからサムネに関してはね、本当にこればっかしたらね、トライアンドエラーですよね。まだちょっとテイルズ実況のサムネが納得できてない部分があるんで、これはね、また次回作の方でも、進めながらサムネについては考えていきたいなと思います。まだまだ課題は実は山積みです。テイルズ実況。実況動画の内容っていうよりかは、どちらかというと、第一印象でね、サムネとかの方が、未だに正解が分かってなくてね、困ってるっていうのがあります。頑張りたいと思いますんで、よろしくお願いします。であとはね、さっきね、40分前後の動画尺って言ったけど、でももっとね、見やすさを求めるために、かつ、パート数の抑制も兼ねて、あのね、今度編集するときは、もっとね、編集大変になるけど、本編中の発言もカットとかもね、ある程度しようかなと思ってね、がっつりカットとかじゃなくて、部分的にこのセリフはあってもなくても、話としてはスムーズに進むなとか、まあ、このセリフをカットしても、まあ、別にこのキャラクターの好感度がどうこうなるわけじゃないしな、みたいな。なんかこういった、ここでキャラクター個性出てるから、このセリフは欲しいっていう場合は、そのセリフはカットしないけど、まあ、このセリフカットしてもあっても、キャラの個性にはあんま影響ないなっていうところはカットしようかなって今後思いました。実際セルブシンフォニアのね、後半とか終盤の部分はね、そういった編集もちょっと練習型やしてたんですよ。あの、細々とカットっていうのもね、部分的に入れてたんですけど、次回作の方ではね、もっと大々的にその辺はね、編集でやってみようかなと思います。ちょっとね、まだ実験段階であるんですけど、よりテンポよく見やすいテイルズ実況もね、踏まえて、まあ編集が大変になるんですけど、やっぱテイル実況をね、見てもらいたいって思いは非常に僕は強いし、やっぱ、なるべく視聴者さんがね、飽きないように、つか見やすいようにはしたいと思ってるんで、次回の課題のね、編集の課題の一つとしては、あの、ストーリー、メインストーリーの部分的カット、使いこなしてみようかなと思います。キャラクターの個性を、殺さない程度の編集をね、入れたい。尺としては縮められるみたいな。頑張ってみたいと思いますんで、応援よろしくお願いします。っていう感じかな。反省点はまあ以上この辺です。何やかんやっぱテルズっていう実況はいいですね。ベスペラ、アライズ、ファンタジア、オリディ、エターニア、そしてシンフォニア。テルズの実況を経てね、なんかゲーム実況者として、ちょっとずつ成長できてる実感はします。長編者だからってのもあると思うんだけどね。だから実況中に成長する、テイルズ。そう。成長するのはテイルズの主人公だけじゃないです。あの、ゲーム実況者も成長する。テイルズのいいとこですね。まあ、というわけでね、反省は以上にしたいと思います。はい。そういうわけでね、今回、テイルズ・オブ・シンフォニア裏ラジオ動画以上にさせていただきます。あの、クソほど長くなってすいません、やっぱり。やっぱ他のゲーム実況のさ、裏ラジオ動画と比べて、やっぱテイルズは思い入れが強すぎて、どうしても長くなるしね。シンフォニアプレイ時間40時間以上、パート40パートって考えると、やっぱね、こんくらい尺取っちゃうわな、本当に。あの、皆さんがね、あの、ラジオ的なノリで聞いてくれてることを願うばかりです。テイルズ・オブ・シンフォニア、本当にね、すごいいい作品でした。まあ、ちょっとね、やっぱ高校生当時の時はね、まあ失踪しやがってとは思ったけどさ、あの時失踪しなければ、あの頃もっと初見として楽しめたんじゃないのみたいな。高校生の頃だって僕ミトスがラスボスなんて絶対知らなかったからさ、だから高校生の頃やったら驚きの連続だったんだろうけど、まあさすが、実生活で卓球に目覚めちゃったね。まあそっち行かざるを得ないよね。卓球しないでゲームしてる方が後悔したもんねっていう。まあその結果アニメもストーリーブックスもコレクションも所持しちゃったからさ、まあ、ミトスがラスボスとかなんかそのかもろもろね、分かっちゃった上で、まあ、初見ではあるけど、ストーリーはある程度知っちゃってるっていうね、プレイスタイルになりましたけど、それでもね、楽しかったです。めっちゃ楽しかった。いろんなことをしてて、やっぱ細々とした部分は、実際にゲームをね、プレイしてみないと分からない部分はやっぱあったしね。
何をやっぱ分かってても楽しいのがね、ゲームであり、やっぱそしてテイルズなんじゃないかなと思うんですよね。そんなテイルズ・オブ・シンフォニアはね、本当に10年以上越しにプレイして、でようやくクリアまでやりきれたことは嬉しいなと思うし、テイルズ・オブ・シンフォニアに本当に感謝です。本当に素晴らしい作品でした。そしてこのテイルズ・オブ・シンフォニア実況をね、見続けてくれたリスナーさんに本当にありがとうございました。感謝を述べていきたいと思っております。本当に皆さんがいてくれなかったら、テイルズね、どんどん視聴回数数回とかになったら僕も絶対嫉妬してるからよ、本当に。なんかね、数十人ぐらいが見てくれたっていう事実があって、僕は本当に嬉しかったです。本当はもしかしたら少ないかもしんないけど、もっと下手したら10人ぐらいかもしんないけどさ。いや、まあ、いいんだよ、まあいいわ。両手で数えられるぐらいの人たちが見てくれるんだったら、まあもうそれだけは僕は頑張る理由にはなるよね。意外と僕ちょろいから、本当に。さすがに片手で数えられる人数ぐらいしか見てなかったらめげてたけど、まあ、片手超えるんだったらもう僕はそれだけで頑張れる。10人ぐらい見てくれるのは僕それだけで頑張れるから。実際雑談配信とかもだって視聴者なんてもう 6,7 人しか来てねえし、本当にいやそれでも頑張れちゃうから僕やっぱ両手そう片手超えたら基本頑張れる、僕そういう男なんです。いややっぱここまで頑張れたら本当にね、まあ、皆さんのね視聴、高評価、コメント。そして、テイルズ・オブ・シンフォニアがね、神ゲーだった、楽しかったから。っていうのがやっぱ一番かなと思っております。テイルズ・オブ・シンフォニア実況はね、良くも悪くも終わってしまいました。終わってしまいました。はい。本当にね、楽しみにね、僕なんかのテイルズ・オブ・シンフォニアの実況を、ここまで見て、楽しく見てくれた方々、本当にありがとうございます。そしてね、とうとう終わっちゃってね、テイルズ・オブ・シンフォニアロスになってしまって、皆さん申し訳ございません。次回作のね、そう、テイルズ・オブ・シンフォニア次は何をやろうかってもう実は決めてます。またプレッツのテイルズをね、やろうかと思ってるんですけどね。画質もね、ちょっと変えたいなと思ってて、今コンポジット端子やってんだけど、次回作から S 端子もね、加味してプレイしようと思ってるんで、画質が上がるかと思います。よろしくお願いします。まだまだね、僕、ベスペリア・アライズからの、ファンタジア、オリディ、エターニア、で、ようやくシンフォニア、今のところで6作品、テイルズクリアしました。で、テイルズ実況者として名乗りにはまだまだ足りないですね。このままどんどんクリアしていって、テイルズの実況つったらアビタガでしょっていつかなるようにね、まだまだ時間かかると思いますが、頑張っていきたいと思います。まあ、そこまでね、ちょっと皆さんに負担をかけてしまうのも本当に申し訳ないと思うんで、本当に皆さん見たい時だけぜひ見てください。他、やっぱみんなにあんま負担をかけたくないんでね。負担じゃなく見てくれるならそれがやっぱ一番かなと思います。ぜひ皆さん今後ともね、お好きな時に私なんかの動画を見てください。そしてそれで楽しんでくださったらゲーム実況者として妙につきます。よろしくお願いします。それじゃあね、結局、下手したら、ゲーム実況、テレドシンフォニアゲーム実況のパートの中で一番長いパートになっちゃった、この裏ラジオ動画。こんな長時間の動画でしたけど、みんなラジオ感覚でね、BGM で聞いてくれたかな。ご視聴ありがとうございました。ぜひね、次回のテイルズ・オブシリーズのね、ゲーム実況、楽しみにしていただけたらと思います。よろしくお願いします。それでは、チャンネル登録まだの人はぜひ、よろしくお願いします。登録してくださったら不幸中の幸いです。また、高評価ボタン押してくださると活動励みになります。ぜひ、よろしくお願いします。次のテイルズ実況で、また皆さんとお会いできることを心よりお待ちしておりますし、楽しみにしております。ご視聴ありがとうございました。